シエル？サンタナローン、地獄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 でやってろ、地獄、地獄、地獄でやってろ、地獄、地獄、地獄でやってろ。早く始めさせてもらって、ツー、スリー、地獄でやってろ。オープニングテーマとかないんですわ。早く、はい、というところで始まりました、シエルさんとの地獄でやってろでございます。お相手は私、シエルと。どうも。皆さん、品川庄司の田中です。どれやねん、いなかったやろ品川庄司、ね、終わりかい。いや終わりなんかい、もうちょっと歌いたかった。そんな長く尺取れないんで、そこに関してはね、すみません、ね、だいぶ夏も本番になってきましたけども、皆さん、もうあれですかね、今7日なんで、お盆休みとかそろそろなるのかなと思いますけども、そうやね、まあ盆踊る盆踊る時期が来たれり尽くせり、来たれり尽くせり。盆踊りで来たせり尽くせりはしねえよな、あんまり。なんかあれですよね、なんかこうみんなほら、なんかさ、ナスとかキュウリとかでさ、なんか馬作ったりするじゃないですか。ナスの牛より、キュウリの馬。そうあれ作ったことあります？余震場ない。余震場ない。余震場、何も考えず余震場って言ってみたけど、つながることわからなかった。どうした今日、なんか雑いけど大丈夫。なんか僕の周りとかで作ってる人見たことないんだよね。あれ本当に作ってるところあるんですかね。禁止されてるんじゃない。何で国にあれ、ナスの馬のやつ禁止されてるの。学校とかでさ、そんなの関係ねえ、やっちゃダメみたいな。夏休みのしおりに挟んである。そう、ナスの牛とキュウリの馬作ってはいけません。いけませんみたいな。なんかネットで知り合ってはいけませんの次ぐらいに書いてあるんでしょ。もし作ってしまった場合は、手を離す前に必ず、ナスの牛、キュウリの馬さん、お帰りくださいと言って、10円玉が、はい、残りさんみたいでしょ。ちょっとね、ぶるっとした怖い感じの話も始まりましたけども、さあ、夏前半でございますよ。もう後半だったの。お前の1ヶ月15日ぐらいしかない。北海道ではもう後半だから。あ、ごめん。そう、雪降ってる。降ってねえよ。おかげさまで29度ぐらいだわ今。はい、そんなところでございますけども、え、何何、ね、僕なんかあった待ちをしてるんですよ一応。どうしたよ。いや、どうしたよじゃなくて、サンタナ君どうした、どうしたじゃん、怖いどうした、そっちは分からん。途中準備してねえからね。8月入って初めてのラジオだけどね。はい、どうした、怖い。どうしたは話が伸ばせられんのよ、それは。伸ばせらんないの。なんか聞いてほしい感じ。ちょっと何かあったっていうのをちょっと聞きたいですけどね、今週その1週間何かあったっていうのを。ああ、その1週間について語りたいわけ。そうですね、はい。ああ、どうした、やめろって、どうしたはないんだってネタが。どうって何最近、まあ、最近どうは何かあったと変わりない気がするけどな、まあ、元気です。最近なかった。いや、そっち行くんだ。なんか、はい、はい。絶対今編集で困ってるんだろうな、俺。大してしねえだろ。音入れるだけだから。あれ、30分ぐらいで分かんないけど。エンコードの時間だけだろ、ほぼ。エンコードの時間だけ。そうなんですか。ここで、最近僕、まあ、動画パーって見てるんですけど、うん、バンダイが作ったクソゲー動画シリーズみたいな解説動画みたいなのを見てて、結構クソゲー作るんですよ。有名なところで言うと、ガンダムのブレイクワールド3とか、あと、最近のソードアートオンラインとかワンパンマンとかもだいぶクソゲー評価されてて、あとほらジョジョオールスターバトルもバンダイなんですけど、ちょうどガンダムのその動画の説明があって、なんかこういうクソゲーだみたいな説明バーってしてたら、
CM 流れてガンダムの新作が出るっていう、うん、ゲームの新作が出るっていう動画が流れて、おいまさかと、バンダイって書いてて、うん、おいおいおいと思って、まあ、世の中そんなせちがらいことあんのかと思って、まあ、バンダイの動画だからバンダイが噛んでくるでしょう。噛んで、いやでもクソゲーって言われてるやつのバンダイのクソゲーって言われてるところでバンダイのゲーム出てくるのすげえだから、言うてバンダイのものだから、バンダイについての動画だから関連で出てくるでしょう。いやまあそうなんでしょうけど、やっぱ多分ゲーム実況だから、こうゲーム関係の動画っていうので多分出てくるんでしょうけど、うん、いやまあ、なんか広告もね、なんか広告もさ、なんかあれじゃん、見てる動画に若干関連してたりしてなかったりするね。もうなんかだから人によってよく見る広告が違ったり、うんうん、あるあるある。 俺はマジであのライズオブキングダムのあいつがめっちゃ出た激破数610万って書いてありますけど、そうでーす。あの東の方から、あ、西の方から東にずっと端っこの方まで遠征に行くんですよ。で、それを仲間の幹部からはデスピクニックって呼ばれてる。やばいよな、デスピクニック。最近やたら僕あの堀江優衣のあのなんか指名聞いたってやつめっちゃ聞きますから、ね、あれよ、レッドなんとかでしょ、レッドなんとか。これ俺ね、斎藤千和の方がよく出てる。あ、そっち好き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 大好きで切れるんで。わかるわかる、すげえふわっとしたところに切れるのよね、あれ。レッドなんとかかんとかね。そう、ちょっと俺フルの貸し切りになって調べたけど出てこなかった。ただアプリをインストールしようとは思わんだよね。もう思わんよ。あのホームスケープとかあるじゃん、はい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 、おっさんがさ水止めたりさ、はいはい、うわーっていうやつね。そうそうそう、あれただのパズルゲームなんだよね。だよね。そう、詐欺広告なんだよね、完全に。そうだよね。そう、あの広告のやつならちょっと面白そうだなって思うんだけど、多分パズルゲームなんだ。そう、なんだっけ、面白そうな、みんな。あのマフィアシティとか割と面白そうじゃないですか。あ、広告を見るとね、広告を見るとね。あとなんだっけ、ほら、あのなんか中国のなんか偉い人になれるみたいなやつあるじゃないですか。うん、ね、ああいうのなんか面白そうだけど、全然触ろうと思わないですよね。放置少女とかも。放置少女ね、かん、私がいいの？私がいいの？待ってくれっつって、ね、すげえ大婚約者なんだよな、あの男優の方がな。相手役の方が。いや、広告の話になってますけどもね。いや、サトノ君は最近何かありましたか？しばしば。オフトゥン。オフトゥン。火曜日から木曜、火曜の朝7時から木曜日の、はいはい、夜というか昼の17時までね、うん、寝ないっていうスケジュールを組んでたんだけど。言ってましたね、裏で。うん、あの思いのほか早くあっさり終わったせいで、うん、1日早く寝れた。すげえな。そう、最初の1日目のその昼と夜の間で3時間ぐらい寝れると思ってたけど、よくよく考えたら2時間しかない上に全然眠くなくて寝れなかったんで、でこれ多分やばいなって思ってたら秒で終わったから。クリティカル出したんだね。すげえな。この通り元気です。私は元気ですと。おかん、私は元気よ。おかん多分見てないでこれ。わかんない、あの、わかんないからね。確かにノートルさんもしかしたらおかんかもしれんからね。おかんと親父と兄貴かもしれない。あの、やめてもらっていい、親戚一同とかに見るのやめてもらっていい。あの、再生数そのぐらいだから、確かに。そんなところでございますけどもね。はい、じゃあそろそろ普通歌いきますか。たまにはパッと、もうだいぶパッとじゃないけど。あれ、そう。行きましょうか。普通歌。え。なところで皆様ね、普通歌、ありがとうございます。早速読んでいこうと思います。溶けかけた普通歌。地獄ネーム、バブルスライム。えい。熱い、溶ける、バブルスライムになる。あ、シェルさん、サンタさん、こんばんは。はい、こんばんは。今ちょっと溶けてますが、いつものスライムと同個体ですと。出るのか。大丈夫だから、冷蔵庫かなんか入った方がいいんだよな。せっかくのバブルスライム状態なので、バブル世代っぽい喋り方で、そっちのバブルなんかいと突っ込ませようとしたのですが、
そっちのバブルなんかい、いや、いいんだよ。そのなんか営業ツッコミいらねえよ。バブルっぽい喋り方がまるで分からず、かろうじて、使えたところでお二人や視聴者に伝わらず、ただ滑りする予感もしていましたので諦めてしまいました。35億。ブルゾンはどっちかっていうとなんかちょっぽくないよね。平野ノラだよね、どっちかっていうと。なので、今回はお二人のやろうとして諦めたことを聞いてみたいと思いますと、回答よろしくお願いします。というわけでありがとうございます。ありがとうございます、ね、僕諦めたことたくさんありますけどもね、何でしょうかね。諦めに諦めた残り過数の集合体が CL。 そう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 、あの大ほとんどよ。あのギャンブルも一回やめてみようと思ったけどね、と結局やめれなかったりとかさ。なんだろうね、諦めること、諦めてしまったことね、一般的に何だろう、社会に適合することですかね。スーって言うなよ、待っていい、あの何も返せないんですよ。次じゃねえんだよ、あのボケのつもりだったジエル、ボケじゃなかったね、確かにね。事実として受け取っちゃったわ。まあちょっと半々のことはありますけど、ね、俺素直だからさ。めちゃめちゃ嘘つくじゃん。純真無垢真面目ちゃん誕生の巻の段。巻と段つけんなよ。なんすかね、まあじゃないっす。社会に適合することじゃないっすかね。そうか、無理っすよ、もう無理です、無理でした。はい、サイですか。なんすかね、あと普通あの一般的に生きるってことですかね。平凡に生きるですかね。サイですか。僕ちょっとね、あの手をあの集める癖があったりとかね、あの爪を切ると、あの手を集める、手首から上の話、あのパン屋であの手首からあのこうガッてパン刺すからね、うん、1レースで3位を取り続けるとかいう意味ない。何ですかね、あのラブライブのイベントとかですかね、あのスクフェスのランキングはもう諦めましたね、一時期はだいぶって、うん、ゲーム内ランキング、そうそう、ゲーム内ランキング、推しの人気ランキングとかじゃなくて、そうそうそう、あの推しのイベントのあのなんだっけ、そのランキング、あのほらスクフェスとかだとあの、うん、SR とかもらえるじゃないですか、ちょっと上になってると、うん、あの1000位より上とかになってるとだいぶいけるじゃないですか、昔はだいぶ1000位より上でできたんですけど、今も全然ダメですから、もう諦めましたよね、うん、そんぐらいじゃないですか。真田君なんかあります？諦めた諦めるイメージないしな。そうなんだよ、あ、余儀なくされたケースは最近だと、はい、4月に東京行く予定がコロナでキャンセルされた。余儀なくされたけど諦めざるを得なかった。それそうそうだね、諦めざるを得なかったね、それね、1年間で大阪、愛知、北海道、東京を網羅できそうだったのに。すごいよね、そっか、もう何、あと広島、日本のまあ都市部っていうべきとこなんですかね、大阪とか名古屋とか、まあ1年間で行けそうだったのに福岡も行ってるか。ああ、じゃあもう全然すごいじゃないですか。もう猛鉄みたいな動き方してるじゃないですか。そう、パンパカパカパカパーンに地方へカード使ってる。東京に着く前に鹿児島で滞在してたから、今ボンビいるんだけど。あ、オイドいるかもしれない。オイドに助けてもらわないと。助けてもらわないとね。あ、そっか、サンタナ君あれか、じゃあ夏とかも僕も行かないんだね、今年は。夏はそうだね、うん、もしかしたら夏の魔物に連れられて僕の元に行くかもしれない。高見の花子さん。なんかサンタナ君ね、去年から旅行っていうか、まあ、僕とね、あの某化け猫がね一緒に来た時になんか結構旅行楽しんでくれたみたいで、そっから結構ねいろんなとこ行くようになってますけども、まあ行き先に誰かいるからね。ね、あの人か、今後行ってみたいとことかやっぱあるんですか？うん、
人がいるところ俺サノチに用事ねえからかっこいいな呼ばれたから言ってるだけだからかっこいいな呼ばれたは遊びにその人と遊ぶためだけに言ってるからサノチには特段用事はないんでお前絶対ないと思うけどなんか遠距離恋愛とかしたら大変なんだろうあのサノチに用事あったらもっと言ってたと思うよもともと確かにそうだよねもともとだって旅行が好きだったらそうだよね一切言ってなかったもんあ、そっか。でも修学旅行とかそのみんなで行くから楽しいみたいな感じだったの？そう、あの自力で県外に出たことはない。なかった。ねえ、すごいよね。それがなんかもうすげえなんか何？二月に一遍ぐらいのペースで旅行行ってないだって。いや。え、そうじゃないか。あれ、計算的に違うか。福岡そうやって。まあ一日で福岡と北海道とみたいな動きになってるから。うん、ああ、そうかそうかそう。うん。そう1日でこなしてたりする広島と大阪も2日で連チャンで行ってるからすげえなそれだいぶよ大阪に関しては前日に決めたもん、ね、意味わかんないよね広島行って、まあ、そのまま帰るかって思ってたらちょうど大阪に来てるやつがなんかライブが中止になって暇になったからっていう連絡が来てよしじゃあ行くかみたいなノリでそのまま新幹線ですげえよな乗り乗りがあの鹿児島中央から薩摩仙台に行く乗りなんだよそれは2時間だったもんね広島から2時間ああ2時間だったらまあそんなにか鹿児島からだと4時間とかだけど、うんうん、広島にすでに いたからそうだよね広島えあれはえどこに泊まったのそれはホテルああそれもすぐじゃあ予約してって感じうん予約してすげえなすげえな弾丸ツアーとかの騒ぎじゃないだろそれもだってすげえ半端ないなそう即断即決だからだからなんだろうね諦めることは少ないね少ないですね即断即決うんなるほどなるほど強いて言えば、うん、パイロットになることかな絶対嘘じゃん絶対嘘じゃんパイロットになって宇宙に行くんだ宇宙飛行士じゃねえんだ頭悪いんか大気圏越せねえだろそれ次の問題でいきましょうかはい、はい、地獄ネームノートルダムの鐘ノートルおーすかこんばんははいこんばんはノートルですはい僕は今はい不治の病にかかっていますえマジか大丈夫かそうその名も中二病黙ってろよさてはい第10回ではいはいサンテナ君がはいほんの少し中二病のお話をされていましたので緑川ひろちゃんお二方の中二病エピソードで気になりました魔人剣はいということなのでリオン出てきたお二方の中二病エピソードを聞きとうございますはいリオではお待ちしておりますガリュウさんガリュウさんマリアンマリアンマリアンいややばいよなあいつどうも緑川ひかるの親戚の黄緑山闇ですモノマネ芸人みたいなやつ出てきたモノマネ芸人みたいなやつ出てきたなクオリティに関しては似せる気があんまりないのでご了承くださいなんで図書館なんか行ったんですかねというところでねまあさすがにあれですね最終奥義に自分の好きな女の名前もねつけるような感じではないんですけども、うん、シールだったらどうなのラブライブで言うとラブライブで言うとちょっとラブライブでの世界線に自分がいたとしてリオンの立場だった時に一番強い技世界観がはちゃめちゃなのよそれはそれは世界観がはちゃめちゃなのよ一旦何も言わずに打ってみるとえちょ望みやばいじゃんなんだこいつなんだこいついやそう先に突っ込んでからボケさせるのはもう苦行よただのそれはただの苦行よマジ何言ってんのこいつお前はあとはどうすんだよね中二病エピソードか逃げんなよクソが
腹立つ。まあ我々というのは中二病だよね。まあそうですね、中二病の権化というところがありますけども。どうよ。嘘だろ、俺からかい。嘘だろ、そのふりはお前からだったやろかい。え、まあ中二病エピソード、じゃあさ、お互いさ、何の件もない質問していってさ、はいはい、中二感測ろうぜ。あ、いいよ。スカウターちょっとつけてさ、まず、うん、即回答ね、3秒以内で。オッケーオッケー。じゃあ好きな色は？ショッピングピンク。マイナスだな。好きな飲み物は？G2 フェニックスの絞り汁。何でもいいよ。それ何でもいいやつだわ。やばいやばいやばい。趣味は？人を殺めるのかな。ほう。大人になってやりたいことは？大人になんてなりたくない。ピーターパンじゃん。ただのピーターパンなんだよな。中二病関係ねえな。好きな変化球は？パーム。パームじゃない？答えパームじゃない？これはシンカーだと思う俺。あー、シンカーか。いや、チェンジアップと悩んだ。あ、ナック、まあ、チェンジアップと悩んだ、ちょっと。逆にストレートしか投げないみたいな。俺はストレートしか投げない。ゴロみたいな。中学生の時のゴロみたいな。じゃあ、好きな焼酎の名前は？羽子板返し。違うじゃん。もうボケに走ってるのよ、それは。それは違うのよ。中二病とかじゃないのよ、それは。やばいな、ひどいな。ちょっとガキつかのやつとしゃかぶっちゃったの。そうね、そうね。なんだっけ、ガキつか。星の雫返しか。星の雫返しだわ。ツバメサッポー。イモケンピいつまで続くのこれ。いや、まあ、チービーエピソードということでね。はい。いや、僕、2個ぐらいあるんですけど。うん。じゃあ、まあ、1個は多分あのはっていう話だと思うんですけど、あの僕あの高校生かな、高校生か中学生だったかな、どっちかなんですけど、あのそういつ敵が来てもおかしくないように、あのちっちゃいスパナをポッケの中にいつも入れてましたね。うん、そう。え、こういう話ダメなの？ただ痛いやつ。スパナってとこがマイナスで。スパナかっこよくない？あの見た目、スパナを忍ばせてるって少林サッカーの最初のチームのやつ。あの金属メガネみたいな。金属メガネやってる。いた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 な、そんなやつ。そういえば最初並んだ時にスパナ服の中からボトボト落としてた。ボトボトするあいつが中二秒だと思うか。ごめん、思わんわ。確かに。いや、あとはあれです、やっぱりそのなんだろう、最強の残白刀とか考えてましたよね、やっぱり。おう、どんなんか。いや、なんすかね、なんか、なんかなんだろう、カビまみれにするとかさ、なんか今全然思い浮かばってない。グリーンデイ。グリーンデイ。でもなんかさ、あのさ、やっぱさ、そのさ、本気に勝てないわけよ。やっぱ本気がやっぱすごいからさ、まあね、久保タイトに勝つのはね、久保タイトお猿だからさ、そう、あれに勝てないんだよね、いつも。なんかだって自分で最強だと思ってるやつの上位互換みたいなやつが出てくるのもいつも。まあそうだよね、最終的にはもうできってるけど、うん、こんなんあればいいのになーって思ってたのでたみたいな。そう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 、あの月島さんとかそういう感じじゃん。あれ最強だと思うんだよな、月島。あれ最強だと思うんだよな。まあ愛禅優派は月島の並びや、ね、過去現在未来の。そう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 、催眠作用だから、うん、全部月島さんのおかげでどうにかなるからな。じゃあ中2エピソードか。はい、佐藤君。なんだろうね。
大体大体言ってるんだよな。まあそうだね。ラジオ内で、あの、うん、焼肉串、ステンレスの焼肉串買ってナイフ投げの練習してたとか。蹴り技の練習してたとか。そうだね。ああ、中二病の部分で言えば、なんだろうな。バク転を得得したのはその辺に含まれるかもしれない。ああ、なるほどね。ある意味。あの、我々のさ、うんうん、あの、地元を、各世代に一人ずついるじゃん、うん、はいはい、バク転できる、あの 体操部とかがあるわけでもなく、はい、ガで行ってるじゃん、ね、ガで行ってるね、うん、何がでも 何のために得得しようと思ったのかって言われたら別にかっこいいからってわけでもないんだよ、うん、なんみんなやってるからやろうぐらいの思いで得得してるから、うん、そうそうそう、意味わかんないよね。そう、いやハンドスプリング前に関してはやったらできたから、じゃあ後ろもやればちょっとやればできるかやろうぐらいの意味わかんないからね。そういうスタンスだもん。何の得もあるかっつったらないからね。そうだね。なんかやってることサバゲーとかは中二病の延長かもね。あーかもしんないですね。銃火器を所持したいっていう、うんうんうん、なるほどなるほど。あーそれは確かにあるかもしんないな。うん、基本はそういうのが軸に生きてるから、中二病を消化させてるよね、吸収して。なるほどね。そう、中二病を出すのを素で自然に出せてるみたいな、うんうんうん、それが自然体みたいに なってしまってる。中二病の延長で生きてるみたいな、趣味やってるみたいな感じだったんですけども。なるほど、なるほど。はい、ということですね。ね、うん、あったわ。思い出した1個。あ、なんかあった？うん。うん、1個ね、うん、もう小4か5ぐらいの時にね、はい、あの、太い木の枝の上で本読むってやったことある。スナッキンだスナッキンだそう、太い木の、あのさ、はいはい、民間のさ、近くの公園ある。あそこの、あの、横に伸びてるあの太い枝のところの上で寝そべって、で、あの、お前んちの向かいに住んでる同級生のおかんに見られたんだけど、はいはい、俺その枝の上で仰向けで寝っ転がって、うん、ボーボーボー読んでた。読んでるもんが違うのよ。読んでるもんが違うのよ、それは。じゃあもうちょっとさ、おしゃれなやつ読めよ、そこは。ボーボーボー。ボーボーボーって。残念ながら。ああ、中二病ではないけど、すげえこの前、おしゃれな会話がしたことがあって、今それこそあの N 君とね、僕あの編集あの動画撮りに行ってるんですけど、あの N 君家にね、うん、あのリサと立ってるんですけど、朝ごはんこう出してくれるって言って ありがとうって言って、うん、でなんかわーって話になってたらですよね、でなんか、うん、それはなんか悲劇的だよねみたいな、で俺がなんかディズニーでもそんなこと書かんわみたいなこと言ったら、うん、ディズニーだったらまだマシだけどグリムだったらやばいよなみたいなこと言ってたのよね。すげえおしゃれな会社会社ってきてて、うん、で、いやそれよりかシェイクスピアの方がやべえけどなっていう、すげえおしゃれな会話しててかっこいいなんかみたいな。ニーチェの格言とか使って喋りしょう。喋りしょうやろ。語彙力が低下してしまった。あまりの言葉の厚み。すげえおしゃれな感じのなんか会話をブレックファーストの時にしてましたよ。そういえばいいな、おしゃれに行きたいね。おしゃれですよ、こういう会社ができる人おしゃれですよね。なんかあの、うん、アメリカとかのあのちょっとコメディみたいなやつでもたまにあるじゃないですか。お前そういう会社するみたいな会社してくれるやつがいるじゃないですか、たまに、うん、やってみたいですよね。なんか忙しいんだ、うん、俺は先にパリに行かないといけないんだみたいな、なんかさ、そういう、それも言ってしまえば中二病と言えば中二病、中二病だからね。そうそうそう、ちょっと憧れみたいなところがあっていう感じのさ、ちょっとやってみる。突然はやばくない。テーマ決めてやろう。テーマ決めて、うん、何かについて喋ろうぜ。この時点で中二病だよ多分。だってテーマね、なんだろう、じゃあ恋人の結婚式とかは、結婚式、いや、あえてしょうもないこと喋りたい。あ、オッケーオッケー、いいよいいよ。なんだろう。うんこ踏んだわ。うん、こ踏んだでいくか。うんこ踏んだでいく。どっちがうんこ踏め？どっちがうんこ踏め？お前たまにちょっとうんこ踏んでもらっていい？しゃあねえな。やるしかない。やるか。うん。
おい、どうしたん。いや、どっちからだよ。ていうようなことがあってさ。ああ、そうなんかい。わらちまだぞ。だぞ。イム用語みたいになってんじゃねえか。わらちまだぞ。わらちまだぞ。イムリストにぶち込んどくぞ。笑っちゃう、これをしんちゃんじゃん。あ、そんなことがあったのかい。あ、そしたらエリックの野郎がさ、あ、危ない。ドン。お、どうしたんだい。お前、うんこ踏むとこだったぞ。クレイジーな解消するじゃないか。彼はアメフトの練習をまだしてなかったからね。これはまだ暖かい近くにいるぞ。じゃあ、まあ、アメリカが関係なくなってんのよ、それはもう。あの、この匂い、雑食だな。まあ、この匂いは確かにおしゃれな匂いはしないな。チワワではないな。そういえば、呂布宝泉の文献で読んだことがある。アメリカで来いよ。緑方線って。緑方線の文献にこういった言葉がある。はい。力こそすべて。関係ねえ。そうと決まれば早速行こうぜ。緑で方線、まあ分かった。はい、急いでくれ。パリに飛ばないといけないから。いや、飛ぶのもおかしいか。ふわふわしてんの。すべてにおいて。ふわふわしてるの。ダメだったね。ダメだったね。不採用ですね。なんかあれじゃないです。あの、来週あたりスラリンあたりがなんかこういうので言ってくれっていう出てくるんじゃないですか。なんか何回やっとけばちなんだのを送ってくれるかもしれない。そう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 。チャレンジ精神が大事。大事大事大事。あの、滑ってもいいからとりあえずやってみるみたいな。大丈夫、あの30分見たやつらは多分これ見てても何も思わんもん。大丈夫大丈夫。OK OK。はい、次行きますか。次。はい。ふつおた、地獄ネーム高根のラフレシア。お。よう兄弟、元気してるか。私は今エジプトで化石発掘の現場にバイトで行ってるんだけど、そっちの予想どうだい。大丈夫、ディオいるんじゃない。いねえよ。いねえよ。もしかしてディオ。わかんない、ディアボロがあのヤー探してるかもしれん。とまあこういうのは得意じゃないからもうやめるわ。どうせ今回もゲストなしで2人でどうせ喋んないこと言ってしょうもないこと言ってんだろうと。ほらですな。せっかくなんで夏の思い出でも言ってろ。それじゃ期待してるよ。こいつが一番なんかアメリカな感じですけど。ディオっぽく呼んでもおもろそうだけど。そしてゲストを欲してるのかな、これ。だいぶ欲してますよね。読んで欲しいのか。でも思うんですけど、12回目ですけど、12回やって思いますよ、うん、このラジオはゲストいらんって。無理って。まあ読んだら読んだで頑張ってもらうしかない。飲まれる臭いぞこの二人は。いや、分かんないよ、思いっきり回してあげるかもしれない。まあ分かんないですよね。めっちゃ持ち上げお便り扱いするかもね。ありえるで、いじる対象として。あの、勇気のある人はぜひね、ゲストも期待です。DM 送ってください。いじられてもいいよ、何されてもいいよっていう人は、ね、はい、ぜひ要望。っていうところで、せっかくなんで夏の思い出でも言ってろということですけども、はい、夏の思い出、思い出せる。いや、一応もう過去から振り返ってみる。過去から、あの、小田和正の BGM とともに。あれはキャベツって美味しいよね。いや、違う、別の動画の人だからそれ。それ別の遊戯をね、つからそれ。超エキサイティング。やばいって、すごいって。いや、あっち向いてほいでいいんだよな。だから強欲だなって言った。いや、いいんだよ、他の動画の話はいいんだよ。夏の思い出か。あー、僕、北海道来て2回目の夏を元カノと一緒に花火大会見に行ったんですけど、うん、北海道って夜すげえ寒いんですよ、うん、あの川の近くって、うん、朝昼もじゃないよ。
いや、あのね、朝と昼は暑いんですよね。いや、日が当たってる時は暑いんですけど、夜寒いっていう砂漠みたいな土地なんですけど、あそこ。ああ、なるほど。そう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 。で、花火バーンってこう なって、あ、綺麗だなってなるんですけど、すげえ寒すぎてそれどころじゃねえっていう。なんかジンベさんで来てって言われたから仕方なくこうジンベで行ったんですけど、うん、ジンベバカみたいに通気性いいじゃないですか、うん、もうほぼ裸なんですよ、もうだからプルプル震えながらかき氷を食わされるっていう、上島竜兵でもこんなことしないよっていう感じのことをやらされたのがだいぶ思い出に残ってますかね。あと次ジンベで来てって言われたら、うん、全身青い肉襦袢で左目に稲妻型の傷が入ってる巨人姿で行けばジンベじゃねえかあったかいインペルダウンにいるじゃねえかいや、真田くん、なんか夏の思い出ありますか？夏か、うん、家で大泥棒ジンを BS で見てましたあの3日ぐらい無料になるやつでしょ、あのそうアニマックスみたいかなんかがいや、もうずっと昔地上波の BS でやってた時期やから。ああやってたやってた、あの夏休みのお前マジか夏休みのあのね、なんか夏休み特集みたいなやつでこう NHK の BS かなんかやってたんですよね、確かね。そう、定期的にやってたね。そうそうそう、あの半端我が家に、うん、そう我が家に集まってみんなで見てたんだよ、親戚とか、うんうんうん、大泥棒人を。そう、大泥棒人。俺らの界隈だと大泥棒人知らねえやついねえからすげえな、そんな知名度なんですね、大泥棒人大泥棒人なめんねえ、あのおしゃれさ、ごめん見たことないんだよ、大泥棒人早く見ろよ早く泥棒人もよやばいだろ。え、あのコナンの人とどっちがかっこいいの？え、コナンの人とどっちがかっこいい？大泥棒人まあそりゃそうか、あれポンコツだもんな死体確認しねえもんないつなるほどね。なんか、あ、まあでもアニメのイメージは確かにあるかな。ほら、あの映画館とかで最近あんまやってないですけど、こう夏の映画祭りみたいなやつやってたりとか、映画館でさ、あのなんだ、同時上映でこのアニメとこのアニメやってるみたいな。昔だと何だったっけな、ケロロ軍曹と怪傑ゾロリとかみたいなやつとかさ、あ、まあなんか特集はするよねそうそうそう、ジブリ3週連続とか、あー、ありますね。トトロ、千と千尋の神隠し、ナウシカ、うん、バイオハザード2なんでだよ突然だなおいしかもよりよって全然関係ないやつ来るから。そうだね、確かにすげえ関係、マスクとか来るからねあ、最近だとジュラシックワールドを見たかったんだけど、まだ見れてないんだよな、あれ。金曜ロードショーでやってたんですよ、この前。そう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 、だから確かに映画とかアニメのイメージあるな。トットコハム太郎とかもなんかこう BS でやってたりとか、うんね、あとなんだろうね、夏は引きこもってゲームしてたか海に行ってたかの二択なんだよね、もまあね、田舎育ちなんで、僕らで言えば山に行くイメージないんだよね、だからおかしないけど山はね、なんか暑いもん、暑いそう、あのだって海はさ、涼しむために行ってるわけじゃないですか、僕ら海の方が楽しい、楽しいし、そう、飛び込みするとこがあったりとかさ、そうね、あのまあ森で着いたりとかさ。でもやっぱりあれですよね、あの地元の海って綺麗だったんだなってなんか思いますよねやっぱり、まあまあ綺麗な方よ、うん、綺麗な方でしたよ、やっぱり本土側と比べれば、本土側と比べる、本土側っていう言葉がもうすぐ出てきますからね、うん、ああそういえば一回高3の夏休みで、はいはい、友達が俺ん家に泊まりに来たの、うん、ああはあはあ、実家の方に、はいはい、高校の友達が本土から俺ん家に泊まりに来て3日ぐらい、はい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 、で北はいいんだけど、うん、あの一人そいつら、俺と仲いいっていうか、まあ、クラスの3人と、うんうんうん、もう一人俺とはほぼ関わりがない隣のクラスのやつを連れてきて、はあ、俺ほぼ喋ったことない、一言二言しか交わしたことないやつ家に泊めたのよ、まあ、すげえな、うん、でまあ他の3人もいるからいいんだけど、はいはいはい、
で、あの俺らの住んでるとこさ、はい、海からさ陸に浮きをつなげてさ、はい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 、浮島みたいなのあるじゃん、ちょっとありますありますあります、そこでノリで、うん、なんかそこで落とし合いして誰が優勝するか決めようぜっていうので、ああよくやるやつだね、はい、そうトーナメント組んだんだけど、うん、俺1回戦でほぼ喋ったことないやつと海の上で相撲を取る羽目になって嘘だろやばなんか申し訳ない気持ちだろ飲料とかなかったのかなとか思いつつもちょっとだけ仲良くなったけど、その後は特に喋ることは高3の夏って一番大事な時期に、しかも高夏休みなんて40何日あるから、そのうちの3日だ。そう、鹿児島だから長いんですね、やっぱり夏休みって。そういえばそうなの、うん、やっぱり長いみたいっすよ。あの、何日？ね、いや、まあまあ北海道そもそも短いんですけど、他のとこと比べてもだいぶ短い、長いみたいですね、鹿児島って。まあでも暑いから数日ぐらいですからね。うん、逆に冬休み短かったりするらしいですよ、鹿児島と沖縄って。ただ鹿児島、あの出航日って鹿児島だけらしいね。ああ、それは知ってるね。びっくりした俺出航日ってねえんだと思って出航日はチェックポイントね、チェックポイント、夏休みの、そう、夏休みチェックポイントね2回やるやつ。あの先生までもがだるそうな顔するという噂のね急に現実に引き戻される。そう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 。出向日に提出のものもあったりするから。あ、ある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 。あの感想文とかなんか作文とか。そうだよね。そう、そう、俺は夏休みの宿題最後の日にやるタイプだったから、それだけがネックだったわもう俺なんてやらない人だったからさお俺、ま、あの後に押し込むけど全部やるタイプだから。そう、真面目にやるタイプだからね。ちゃんと提出物逃したことないからね。僕なんてもう全然やる。も終わらせろ。最後の冬休み、中学最後の冬休みの、うんうん、宿題最終日の2日二徹してからテストに挑んだもん。よくやったな。厚物だろだって。厚物。頭おかしいだろ。全部いった。厚物って文化もわかんのかなみんな。知らんけど、なんだろうね、その提出期限ギリギリのさ、いつスタートすればギリギリ終わらせることができるか感覚でわかるすごいよね。いや、逆にあの社会的には上手い人だよね自分の感覚で危機を感じてやり始めたらちょうど終わるんだよ日記とかもだっていっぺんに書く人でしょ。そうだね。提出物とかそういう期限は本当にギリギリのいいところで初めていいところで終わるそういえばちょっと思い出したの、あの日記で思い出したわ。あの僕らの中学校の時の部活動の生徒って、あのそれこそサンタナ君とか真面目にやってる子たちはたくさんいたんだけど、提出物が出さないやつ多かったんですよね、僕らの。で、ね、顧問が夏休みの1時間だけその勉強に当てようと、宿題に当てようっていう時間を作ったんですよ。ああ、やってたね、部活前にね。そう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 。ね、まあもう仕方なしに僕とかはもうね、あの一応なんか宿題バーってやってるんですけど、あの僕と同い年のね、とあるやつが1時間日記を書くっていう書類を読んでて覚えてる覚えてるバチバチに怒られてましたよねあのもう1時間勉強させないと泣きながら、そりゃそうだと思っていやばいだろ。やってたよな。なんでダメって気づかないんだろうね。いや、ダメというか、言われるっていうことに気づかないんだろう、ね、普通気づくもんじゃないっすね。だって目の前でやっていいものじゃないもんね。そう、タブーじゃん言うてそれ。いや、すごいよな、あの勇士に乾杯だわマジで本当に。まあまあ素晴らしいわ。ということでね、今年はでもほら夏休みがね短いですから。あー、なんか午前授業がしばらくあったらしい、ね、そうそう。あと本当にお盆休みしかないっていう話もあるらしいですからね、学校によっちゃ。うん、だからどんまい、まあどんまいですわいやーね、今年は本当に大変ですけど、まあね、まあそれでも何かしら夏休みにいい思い出がね一つ二つあったらいいんじゃないですか、うん、まあ
ほらそれこそ先ほど釣りとかね、あのソーシャルディスタンス守られてるあれだからっつって結構ブームらしいですよ。ああそうなの。そう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 、山登りとか、うん、まあ糸絡まんないようにね、保つからね。そう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 、ディスタンスを、ディスタンス保つから、そもそもね、だからそういうね、あのソーシャルディスタンス守りながらできるレジャーとかね探してやってみるのもいいかもしれませんね、という形で、すげえ、ね、すげえいい締め方じゃないこれ。すごいいい締め方じゃないですか。狂わせていい。いいよ。いいよ。ないの。ではところで、じゃあ行きましょうか、募集のコーナー行きましょう。では最後に募集のコーナーです。シエルさんとの地獄でやってるでは現在普通歌オタクニュースを募集しております。またえいや、いつもやってるだろ。またイラストを募集しておりますので、ぜひぜひご投稿ください。いや、やってるだろ、いつもいつもやってんだろ。普通歌とオタクニュースは説明欄のマシュマロから、はい、イラストは Gmail から送ってください。はい、えいや、えじゃなくて絵じゃなくて、ちゃんとやってるでしょいつも。え絵じゃなくて、まあ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 、ということでね、夏一番、夏じゃない、8月一番最初の、地獄でやったようでございましたけども、はい、まあね、今週来週とともに、まあ僕いろんな動画を出していくと思うんで、ぜひぜひね、これもチェックしていってもらえればなと思います。といったところで、以上シェルさんとの地獄でやったようでした。バイバイ。ガリュウセン。